本当にごめんって言ってるじゃない。なんかさ、最近病むこと多くてさ、毎日眠剤大量に飲んじゃうんだよね。こないだそれで倒れちゃったし、あ、こないだは手首から血たくさん流しちゃったし、なんか精神不安定なんだよな。ああ、また行かなきゃいけないか、精神科。本当にごめんって言ってるじゃない。え、昨日？ああ、昨日は友達と一緒に家で宅飲みしてたよ。うん、女友達。うん。え？相席？はあ、なんで相席の話なんてするの？友達が働いてるんだ。私が来たって。でも世の中にドッペルゲンガーって何人も存在するらしいよ。三人だっけいるらしいよ。私の友達と一緒だった。あー、ドッペルゲンガーだと思う。なんかやっぱ、たくさんこの辺にうじゃうじゃいるんだね。へー、なんかドッペルゲンガーと会ったら死ぬみたいな言われてるから気をつけるね。忠告してくれてありがとう。本当にごめんって言ってるじゃない。へー、メニューたくさんあるね。どれにしようかな。あ、パンケーキ！パンケーキも食べたいかも。あ、でもちょっと待って、パスタ系も食べたいかも。やっぱり甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたくないし、しょっぱいもの食べたら甘いもの食べたくなるし、でもどれを食べていいかわからないし、しゅんくんが決めて。本当にごめんって言ってるじゃない。え、しゅんくん私のことストーリー抜けてる？もしかして。え、見てみよう。は？めっちゃブスに映ってんだけど。なんでこんなブスなやつわざわざ載せるわけ？え、キモ。え、自分の彼女ブスってみんなに知らしめたいの？は？え、親しい友達に載せてるって余計キモいんだけど。ねえ、自分とめっちゃ仲がいいやつしか載せてないところにさ、自分の彼女のブスショット普通載せる？え、キモ。逆にそっちの方がキモいわ、もっと。ムカつくわ。別れよ。本当にごめんって言ってるじゃない。浮気したのは全部私が悪いの？なんで？ただ寂しかっただけなのに。しゅんくんがもっと私に相手してくれれば、私だって浮気なんてしなかったのに。なんで私だけ責められなきゃいけないの？っていうか悪くなくない？だって浮気したの、しゅんくんのせいだよね。